本当に最高ですね。で公園にいてるとそうなんかいろんな人たちがいます。普段私が会わないような人たちですね、うん、で先ほどは、老夫婦がなんか2人で散歩してる人もいますし、愛犬を散歩してる人もいますし、太極拳やってるおじいさんもいましたね、うん、で 朝ミーティングでしょうか。やはり若い人はほとんどいません、年配の人たちばっかりですけど、あのみんなうーおはようとか言いながら、あの朝のルーティンやと思うんですが、でこういうこと大事なんでしょうね。で不思議と朝出会う人って挨拶してもちゃんと答えてくれるんですね。おはようございますって言ったらおはようございますとか言って、いい天気ですねって、ほんまですねっていうね、やはりこういう健全なことも大事なのかなというふうに思います。時間帯によって動いてる人たちが全く違うんですよね、さあ今から家に帰ってシャワー浴びて仕事に行きたいと思います。レッツ動画。